おはようございます。今週も人間をやります。いや今日起きてからめっちゃ鼻ムズムズすんねんけど、花粉か。今日マジで鼻水やばい。早収まってほしい。一回で出したらね、一日中止まらないことがあるんですよね。とりあえず今から散歩行ってきます。人がいない公園、めちゃくちゃ快適やな。そういえば僕ね、この前靴下を捨てたんで、冬になるまではサンダルで行きたいと思います。オールバーズのスニーカーも汚れてるから洗濯しようかな。そろそろスーパー行って帰るか。はい、帰ってきました。最近食べたこのケンちゃん豆腐、これね、めちゃくちゃうまいです。まあ値段もね、いくらやったっけ、これ3つ入ってるんですけど110円とかそんぐらいなんでね。で最近毎日食べてる新玉なんですけど、行くの早すぎてね、3玉しかなかったです。まあでも毎日食べるっていうのを考えたら、これ6日間食えるわけですよ。で1個あたりの値段もね、3個入ってる方が安いんで、まあだが別にいいかな。今日の昼ご飯です。これブリの刺身なんですけど、わさびね2本揃えてます。こっちはね、まあ、醤油に溶かすやつなんですよ。でこっちはね、直接塗るやつ。うめ、とろけるわ。ちょっと動画編集やろうと思います。10分ぐらい水にさらします。ちょっと早いんですけど、ご飯を食べたいと思います。だいたい醤油っぽいねんけど、納豆は醤油やろ。で豆腐はめんつゆで、冷しゃぶがポン酢。ただ全部味はちょっとちゃうくて全部うまい。最近一番うまいのがこの冷しゃぶや。あとこの豆腐もね、めちゃくちゃうまいねんな。かなりねクリーミーで濃厚。明日のおにぎりを作りました。大きさがどんどん小さくなってる。まあでもこのぐらいやったら足りるわ、十分。明日の味噌がないやん。てか俺なんでこんだけしかないのに置いといたんやろ。かき集めたらいけるとでも思ったんか。7時間ちょいやったら足りんか。今めっちゃ曇ってるやん。今から仕事に行ってきます。ちょっと早いんですけどね、今日仕事暇やったんでもう帰ってます。今日はこのビンチョウマグロを食べたいと思います。分厚いなこれ。というわけでったっけーす。中トロはめちゃくちゃうまいけど、こういうマグロはやっぱりあれやな、あっさりしすぎてんな。早く帰ってくると時間がめっちゃあるから最高やな。仕事の日ね、なんだかんだ寝るのがね2時とかになっちゃうんすよね。今日はマジで1時までには絶対寝たい。この DK っていう人、昨日対戦したかも。めっちゃネギ。Amazon プライムに公開されてるワンピースがね、もうちょっとで見終わってしまうんで、しばらく週1本ペースで見ていくわ。
明日からね、もう気温が結構高いみたいで、明日は最高気温27度なんですよ。で、来週はもう29度とか、いやもうマジで神。で、明日はね、まあ、かなり天気がいいっぽいんで、梅田のね、まあ、スカイビルに行きたいと思います。まあ、スカイビルの空中庭園ね。まあ、僕はあの、2回空中庭園行ったことあるんですけど、2回ともね、まあ、夜だったんですよ。で、まあ、昼間ね、行ったことないんで、まあ、明日はね、ちょっとヒゲ脱毛行く前に、あのスカイビル行こうかなと思います。まあ、昼間行くんやったらやっぱり晴れの時に行かないとね。おはようございます。休みの日に9時までに起きたの久しぶりかも。アラームなしでもやっぱり8時間寝たら起きれるわ。オールバーズしばらく履かないんで洗濯したいと思います。これはね、あの洗濯機で洗えるスニーカーなんですけど、さすがにね、多少なんか砂とか落としておかないと、まあ、あれなんで先にねこうやって洗っておきます。いやでも丸2年履いたけどだいぶ綺麗やな。ちょっと上なんか汚れあった気がするからハイターかけとこう。あ、そっか、これ中敷き取らなあかんわ。中敷きもこれ洗濯できるからこれで洗濯します。なんで35ないねん。日焼け止め2本買いしました。これは絶対使うんでね、僕は予備に1本いつも置いてます。で、まあここに入れておくと。で、この前まで使ってたやつね、あったんですけど、ちょっとだけ。この容器になんかいつの間にか穴開いてて、この後ろのところに。で、漏れてたからもう捨てました。オールバーズ洗濯したんで乾かします。はい、今から散歩に行きたいと思います。今日完全にもう夏ですよ。まだ今日 T シャツ短パンの人見てないわ。このサンダルはコンクリートの上よりやっぱりこういう砂の上が歩きやすい。スカイビル。全く人おらん。これは最高のタイミングに来たかもしれへんな。ガチで一人やねんけど、エレベーター。うおー。真っ白な空間やん。スカイウォーク3時やん。スカイウォーク、こんなんやったっけ。なんかめっちゃ変わってる気がする。あ、こんなんやったか。久しぶりすぎて。この通り人がねめっちゃ少ないです。これが淀川や。昼は初めて来たけどこんな感じなんや。若干なんか空が白い気がすんねんな。空というか空気が白い気がする。今北東方面にいるんですけど、北側になると全然風ないな。南の方はすごい風強いんですよ。まあ風強いってほどでもないけど、北側はもうほぼ風を感じないレベル。カフェとかあんねや。ピラミッド。ん？オベリスク。こっから淀川花火とか見れたら最高やろな。最近ちょうどペペロンチーノ食べたいと思っててんな。 B
ビールも種類いっぱいあんな。ペペロンチーノ600円、思ったより安いんで、ちょっとありやな。食べようかな。ハワイのビールにしました。最近ちょうどペペロンチーノ食べたいと思ってて、スカイミルでこのセットで1000円って結構安ない？普通にパスタだけで1000円とかいくと思ってんけどな。うまっ。珍しく一人でビールやわ。この後ヒゲ脱毛やのに、ニンニク臭くなって酒臭くなるっていうね。これやばいな。最高やな。昼間から今からヒゲ脱毛に行きたいと思います。帰りのエレベーターも誰もおらへん。あと10分で行かなあかんから結構ギリギリやねんけど、走るか。はあ、しんどい。はい、ついにね、20回目のヒゲ脱毛、丸4年間の脱毛が終わりました。いや、丸4年長かったなぁ。まあでもおかげでね、ほんまにヒゲ、まあ、全然生えんくなったし、もう全然剃ってないしっていうのでね、いや本当に、まあ行ってよかったなと思います。今なんか芝生にいます。大阪駅の前のこんなとこあったんやっていう。今気温25度なんですけどね、まあ、ちょっと日陰なんで、ちょっとね肌寒く感じたらこうやってフーディニを出すと。いやマジでフーディニほんまに買ってよかったものかもしれへんわ。まだ買ったばっかりやけど、最近毎日来てんもんな。スーパー寄って帰りたいと思います。靴が完全に乾いておりました。もう脱水の時点でほとんど乾いてたんですよね。今日のご飯です。ブリの刺身と冷しゃぶと豆腐。今日はね2万2000歩歩きました。めちゃくちゃ歩いたわ。まあでも今日は別に足も痛くないですね。いやかなり長距離歩けるようになってきたわ。というわけでったっけーす。うまっ。やってもうた。米炊いたの忘れてた。どうしよう。今から歯磨こうと思っててんけどな。食べるか。納豆卵かけご飯をかき込みます。いやもうキンキンに冷えた水がね、バケモンレベルにうまい。めっちゃ凍ってんもん。おはようございます。9時前ぐらいには起きてました。はい、今日やることはやったんでね、今から神戸に行きたいと思います。てかなんかちょっと喉乾燥してんねんけど。今新神戸にいるんですけど、全く晴れてない。天気予報では今日大阪も神戸もめっちゃ晴れのはずやのに、なんでなん。水を買ったんですけど、500円とね入らないんですけど、このサイズやったらちょうど入ります。ここですね、神戸布引ハーブ園ロープウェイ。神戸って山多いよな。六甲山とか。ここは何の山？おー、あれか、ロープウェイ見えるかな、あの赤いやつ。乗りたいと思います。なんかちょっと観覧車感あるな。もうなんかいきなりめっちゃ加速するやん。おい、めっちゃ加速するやん。うわ、怖い怖い怖い。どんぐらい上まで行くんやろ。登ってるやん。おお、神戸の街並みが、え、めっちゃ曇ってるやん。どこが晴れやねん今日。めっちゃいい景色やな。下見るの怖え。うわ、すごい。どんどん上に登っていく。あそこか、頂上は。着きました。
ここは中間地点でハーブ園っていうところらしい。頂上はまだ上らしいんでね、上まで行きたいと思います。おお、なんかやってる。遠足やな。神戸の街ももうだいぶ遠くなりましたね。頂上です。ここはスカイビルに比べるとだいぶ高いな。神戸空港、ポートアイランド、神戸ハーバーランド、あの辺なんや。ここに登ってきたらね、まさかの視聴者の方に声をかけていただきました。まさか神戸で声かけられるとは思ってなかったんで、めっちゃびっくりしましたね。まあ、東京からね、大阪に来られてるみたいで、で僕が昨日行ったスカイビルもね、僕がスカイビルいいですっていうことをね、おすすめしてたんで、そしたらスカイビルにも行ってくださったようで、いや本当にすごい偶然ですね。上の方めちゃくちゃ暑いわ。汗かきそうや。ここから大阪見えんねや、大阪港。あーでも霧がかってんな。今右上の山頂にいるんですけど、これ中間地点まで歩いていけるってことか。歩くのありやな。ここ坂きっつ、走った方が楽かもしれん。ハンモックっぽいやつに揺られてます。ここで昼寝できそうやな。見えてきた中間地点。あっちへ。めっちゃ休憩してた。そろそろ降りようと思います。あーもし落ちたらって考えるとクソほど怖いな。降りてきました。なんか異人館っていうのがあるらしいんで、そこに行きたいと思います。ここは英国館らしい。スターバックス。これか、おしゃれで有名なスタバ。ここにあったんや。昼ご飯でも食べようかなと思って今ね、さまよってます。餃子も食べたいねんな。ローソンもちょっと雰囲気おしゃれですね。三宮に移動したいと思います。三宮に来ました。ここの餃子をね、食べて帰りたいと思います。空いてんのかな。席ないかもな。ちょっと今店内いっぱいなんで待っときます。餃子めちゃくちゃうまかった。2人前やったんですけど、一口サイズだったんで多分4人前ぐらいはいけるな。いや僕の隣の男の人1人で6人前食ってたんで、めちゃくちゃうまかった。餃子といえば僕は王将が一番うまいと思ってるんですけど、王将を超えるぐらいやったかもしれへんな。でビールね、大ビール飲んじゃって633ミリかな。結構飲んだんですけど、いやなんかめっちゃ酔った。酒弱なったなほんま。しばらくここで寝そべってました。あーそろそろ帰るか。は
はい、帰ってきました。いや、帰りの電車もバグレベル眠たかった。もう立って寝てたもん。よっしゃ、ご飯食べよう。今日のご飯はね、焼き鳥です。まあ後で新玉とかも作りたいと思うんですけど、ちょっとね、餃子屋で飲んだビールで結構酔って、うわタレめちゃくちゃ漏れてもうてます。ちょっとね、ビール飲んで酔って、まあ、あまりにも眠たかったんでね、まあ電車で寝たんですけど、あまりにもね、飲んだらビールがうますぎたんで買っちゃいましたね。一人で2日連続飲むとかもうめちゃくちゃレアですよね。お焼き鳥1本80円の焼き鳥ですね。ああ、ビールはね、これ250、めっちゃ小さいやつにしました。もう350もいらんわ。ちょっとね、玉ねぎを切ったりしてました。さあ、いただきたいと思います。焼き鳥、その前にビールやな。というわけで、お疲れっす。この焼きたてのね、焼き鳥を、ああ、うまい。生きててよかったと思えるね。今日はあとは冷しゃぶ食べるだけにします。まだ酔いが覚めへん。中飲みすぎたか。いや、飲みすぎたって言ってもそんな飲んでないねんけどな。ほんま酒弱なった。若干気持ち悪い。あー、気持ち悪い。水だいぶ飲んだんですけどね、酔いが覚め、寝るしかないやつやな。おはようございます。めっちゃ寝た。まあ、なんかこの辺に若干気持ち悪さが残ってる。この後髪切りに行くんですけど、ちょっとだけね、動画編集したいと思います。今から髪を切りに行きたいと思います。まだ若干気持ち悪い。昨日餃子屋でね、ビール飲むペースがちょっと早すぎたわ。店内がかなり狭かったんでね、あんまゆっくり飲むのを申し訳ないなと思ったんで、ちょっとペース早くしてしまったのがミスやわ。でも僕が食べてる時満席じゃなかったんで、ゆっくり飲んどけばよかった。はい、髪切ってきました。こんな感じです。はい、難波に移動してきました。これからね、職場の人と焼肉を食べに行くんですよね。結構時間経ったんでね、もうさすがに気持ち悪さもほとんどなくなりましたね。いや、よかった。時間があるんでね、今ドローン見に来てます。 DJ やミニスリープロないねんけど、在庫はまだあるらしい。 DJI ではもう今買っても6月19日とかやねんけどな。ここにはあんのか。 DJI ポケット2小さいな。でもポケットに、まあ入るか、ポケットに入るけどちょっとかさばるな。お疲れ様です。え、何ですか、裏なんですか。めっちゃ今腹映りましたけど。向こうっすよね。お疲れ様です。それ親方すごいな。全然楽ですよ。そう、はい、編集がめんどくさくやから。めちゃくちゃうまそう。これタンなんですけど生で食えるらしいです。ウニが乗ってる肉寿司うまそう。最後ご飯で締めよう。これ焼き出したらご飯食べる。これいけるん。ハラミいただきます。火で食べたいと思います。めちゃくちゃうまそう。これはわさびやな。うん、容器めちゃくちゃ重たい。これこんなところになってんの。腹いっぱいや。はい、帰ってきました。夜風が気持ちよすぎる。めっちゃいい感じやねんけど。いや、ほんま5月神の気候やわ。おはようございます。今から仕事行ってきます。はい、仕事終わって帰ってきました。もう今日動画撮らんでよかったな。いや、今週はね、めちゃくちゃ楽しかったですね。スカイビル行ったりね、神戸行ったりとか、なんかもうあったかくなってくると、いや、もう今ぐらいの気候がもう最高すぎてね、もうほんまに外出んのが楽しい。いや、この気候を感じるためにね、いや、まだまだ行きたいなと思いました。まあ、そういう感じでね、まあいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしてもらえたら嬉しいです。というわけで今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。